進化の歩みを阻むのは排除するのみ。うわっ！見せてやろう、種の進化というものを。避けられるかな。俺たちのくだらない意志もろとも灰にしてくれるわ。くらえ、うん、死ね。うわっ、いけ。やってくれる。だが、楽しもうじゃないか。遅いな。
進化の歩みを阻む者は排除する者。進化というものを避けられるか。遅いな。いや、そこ、うん、赤い霧の状況を見る限り、シルバーは暴走間際の小康状態にあると考えて間違いないだろう。でもおそらくは時間の問題。暴走を止める方法はないの？分かっているの。確かにあなたならシルバの侵害を受け継ぐことができるかもしれない。でもそれはつまりシルバの意志を継ぐということでもあるの。世界を維持するためには赤い霧が必要だ。永遠とも言える時間をあの玉座で過ごすことになるだろう。お前にその覚悟があるのか。あなたは一人じゃない。私にできることなんて何もないかもしれないけど、それでもきっと一緒に歩いていくことはできる。その重たそうな荷物、俺にも背負わせてくれよ。共に戦おう。
赤い霧の近くに行く。俺が案内してやろう。行き先を選んでくれ。ここから先は未知の世界。
そうだ、今回もあんたらには随分と礼として、今後も商売は。よう、旧世代の資材を持ってるなら試行品と交換するよ。旧世代の資材を持ってるなら試行品と交換するよ。また必要になったら会いに来てくれ。